はい、ヘンタローチャンネル。うざいよ、鬱陶しいなそれ。もう何でもいいですけど、これ何してんのこれ。いや今から煮物作ろうと思って。あら、魚の煮物。え、魚どうしたの。よう聞いたな。うん、釣ってきたんだこれ。見てみこれ。え、すごいじゃん。すごいやろこれ。え、でもお前じゃねえだろ。いやいや、俺よ。あ、俺ではない。でてってれれれれうえうえいれれれれバカ野郎、そんなええわと。こいつをもうね、今から煮込んじゃうから、見てこれ。え、素朴な疑問、そのお魚何人？なんとかカサゴ。なんとかカサゴ、あ、そうだね、カサゴだね、顔がなんかね。パクッと切って入れちゃえばいい。煮たらうまい。うまいよ。香りこれ水しか入っとらんわ。あ、ほんとや。どうするんや。水煮かなこれ。こっからはね、はい、料理ってね、うん、適当。え、適当なの？適当適当。これみりんよね、ダバダバダバ。おー、豪快だね、男の料理だね。男の料理けど、絶対味覚があるから。あ、そうなんだ。え、料理人になった方がいいんじゃないの？あー、料理人やろう。料理人だろう。これね、皆さん気にしなくていいですよ。適当でいいですから。へー、うん、どういう風でもいい。少ないより多い。少ないより多い。少ないより多い。名言が出たね。思ってる量の3倍。なんか大悟みたいなこと言ってます。そう、ちょっとパクってる。どっかで聞いたことがある。醤油も、茶色になるぐらい。大丈夫か。大丈夫大丈夫、全然大丈夫。このまま入れちゃっていいから。これでいい。で、ちょっと薄い気もするし、うん、濃い気もする。まあ、どっちでもいいのよ。こんなもんは、まあ、あと味見しやんな。味見すりゃええの。ここザラメ。あ、ザラメね。あ、ザラメですよね、煮魚といえばね。へ、うん、適当だね。はい、じゃあ、はい、またあとで15分ぐらい。ああ、あれ、なんでお前なんか服が違うよ。あ、今ね、2階のキックボクシングジムのちょっと合間、うん、次の予約が入ってるから、あら、それまでちょっと煮魚だけやっていこうと思って。じゃあ次出来上がりだね。そうそう、これやって、うん、入れると。これだとさ、魚臭いじゃん、うん、あと生姜もちょっと入れようかな。あ、生姜はいるね。生姜入れる。口開いてる。はい、あとはね、生姜入れとけ。 OK、 ね、こんぐらい、こんぐらいでいい。こんぐらい。適当だね、それも。適当、適当。サクサクサクと切ってて。ケンタロウ、適当料理。適当料理。これをね、もう、空いたところに、トントコトントコ入れとけ。これならみんなできるね。できる、できる。料理ね、ビビらんでいいよ。これならみんなね。これ入れとけ。美味しかったら、美味しくなかったら、自分で食え。美味しかったら一人出せ。そういうことね。そうそう、料理はビビらない。ビビらない。小学生でもできる。誰でもできる。じゃあ、あと15分後に。はい。はい、さよなら。後で、じゃあね。おい。はいよ。これは15分置いとくけど、うん、これもあるじゃない。あ、あったね、あったね。平正のチビちゃん。チビちゃん。塩。っていうらしいよ。俺も初めて見たけど。それ何するの？お刺身。あ、お刺身なんだ。あんたたちのまかない、簡単。センターの上側から一本ライン入れちゃう。ふ、うん、ーっと入れちゃう。ヒラマサって何系の味がするの？知らん。タイとかあれなの？あ、いやいや、ヒラマサはヒラマサの。ヒラマサの。そんな聞かれたことない。へー。もう真ん中まで入れちゃったら、この反対、反対を。これもうここ。ここからここまでしか肉ついてないんだから。あ、本当だ。うん、ここ入れちゃえばいい。いつも簡単にやりますね。簡単簡単簡単。で、これ真ん中の、うん、骨の上側、はあ、ここを、はあ、ちょい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 切っちゃう。で、尻尾の方に刺しちゃって、うん、はいはいはい、こっち向ける。これよく見るね。よく見る。これひっくり返す。うん。で、ここ尻尾を持って1、2、3、はい。おお。ここいらんとこ切って、あかんよ。はい、おほら、きれいきれいきれい。簡単。めっちゃうまくね。いや、誰でもできる。もう反対。反対はちょっと難しくて、尻尾の方から、尻尾を上にして、やっぱり一本ライン入れるの。うん。ここに。はいはいはい。
なんかでも結構身と一緒に下げてくるよね。うん、大体ね。でも骨をカチャカチャ聞きながらやると大丈夫。それがコツね。そうそうそう。あんたってキックボクサーじゃなかった？いや、キックボクシングもやるけど、うん、あの料理の方も好きで。いいね、好きなことばっかで。そうそう。ここでパッてやると。おー。はい。おー、きれいきれい。めっちゃ上手。やろう。これ刺身で、もうこれすごい美味しいから。フワバラもの取って。うん。こっちはね。こっちもこっち。焼いてもうまいからさ。焼いても美味しいんだね。焼いてももちろんうまい。あ、こっちが、こっちがグツグツなってるよ。弱火。いいお、いいね。今度は真ん中の骨、ここに骨がここ入ってるから、ここまで、ここまである、はいはい、こっちはもうないよ、はい、ここまであるから、その手前をスーッと切っちゃう。ね、でここに今こっち側に骨が移ったから、うん、この骨のとこだけをこう切ってやるの。こうするとあれだね、お店に出てるこの柵になるね、うん、ちょっと少なくなるけどね。これでもう骨はないじゃん、これが骨だから、はいね、あとは皮引き、皮引きは根元よりちょっと3センチぐらい上のとこに斜め前に入れて、スッと入れて、うん、下までいかないね、そこ止めてケツ持ってギギギギすればいい。そうそう、これ絶対引っ張らないように。引っ張ったらちぎれる。ちぎれる、ちょっとちげちった。こつけたら、あら、そういう時はね、気にしないこと。気にしない。うん、俺の料理はね、気にせん。失敗した失敗したでいい。あ、でも今うまいこと言ってる。おー、これでできたと。おお、取れた取れた。綺麗、綺麗でしょ。へー、最初ちょっと失敗したらちょっと汚くて、うんうん、これとかあとぶつ切りすればいいから。こっちも一緒、ここをスッと入れて、ここから引っ張る。この時ね、包丁を前に出すというより皮を後ろに引っ張る。あ、うん、包丁はねギコギコしてるだけ。そうすると楽に、こうやってほら、コツだね、コツコツ。はい、はい、できた。すごいね。そう、すごいやろ。でね、もう何にも気にせんでいい。これ切りたいじゃん、うん、自分のやりたいように切りたいじゃん。こっちから行こうか、うん、ね、で切っていくよ、はい、うん、もうこれ簡単。右から切るんだけど、うん、縦に包丁をまな板のギリギリのところに置いて、うん、包丁を斜めからスッと落とすだけ。一発でいかんかいと。こういう風にね、包丁引くのね。引くだけ。包丁の切れも大事やね。包丁の切れはね、絶対大事。道具がね、悪いとね、腕でカバーもあるけど、腕がない人はきつい。俺腕がないから、あの道具に頼るしかない。山口ではあれだったね。ん？道具なかったけど、腕でカバーして。腕でね。腕でカバーしてたね。そうそう。カバーの話は。カバーのこと気にしない。でこれ並べて、うん、おー、綺麗だね、いいね。ポイ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 、ちょっと押すと、うん、立ち枯れて、ポンと乗るわけ。あー、いいね、いいね。ほら、見てみ。あら、うん、いい感じじゃない。おい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 、ちょっと寝かすわけ。うーん、これを、またこれ乗せる盛り付け方ね。あー、うん、ちょっとあれだけど、いいいい、こんな感じね、こういう感じですかね。はい、完成です。はい、完成です。はい、食べましょう。おい、おやっとんな、いつも通り。それはさっきやったやつや、見たやつや。うまっ。うまい。やばい、やばい。あんな適当にやったのに。いやいやいや、適当じゃないのよ。なんで？じゃ、だから、わかるんだって。
居酒屋やればいいじゃん。居酒屋みたいな店やっとるわ今。あ、やっ夜やりたいね。夜やりたいね。夜忙しいから。やば。お魚さ、釣ってきたらやってくれるの？いいよ。持ち込み OK。OK OK。いける。うん、もう OK。全然 OK。やろうよそれで。お魚持ち込んでください。ああ、よしよしよし。待ってます。おいしい。よかった。おいしい、うん？最高。ああ、食べてくださいね。はい、さよなら。はい。